山口組での文子夫人の立場を知ることができる映像があります。84年7月、故竹中正久氏が4代目山口組組長を襲名した様子を収めた貴重なビデオです。内部の撮影を JNN だけが許可されました。式は売借人の挨拶で始まります。それではただいまより山口組4代目後で相続の式典取り行います。よろしくお供申します。神妙な面持ちの竹中氏の反対側に座るのが文子夫人です。亡き夫の代わりに代を引き渡す霊代という肩書きです。文子夫人が田岡元組長に代わって杯に口をつけます。腹は定まったならば一気に飲み干して階級2人をおしまいに願います。どうぞ。竹中氏も酒を飲み干し杯を胸にしまいました。巨大暴力団組織の組長誕生の瞬間です。今襲名式が済んで率直な気持ちをお聞きしたいんですが。責任の重大さをひしひしと身に感じております。感激しましたね。もうじんと胸に込められてきました。実はこの時までに二人の有力組織のトップが跡目をめぐって対立していました。一人は経験豊富で当時組長代行だった山本博氏。しゃべるんですね。なんだしゃべるんですね。もう一人が武闘派で若手の筆頭格だった竹中氏でした。跡目争いに注目が集まる中、捜査当局は決定権は文子夫人にあると考えていたといいます。ただ兵庫県警も文子姉さんのことを山口組姉なんて言ってね、山口組の実質的統領だという認定してますけどね。田岡親分、親分が亡くなった後の山口組というね、この名称大門というのは文子姉さんが持っているというふうに皆さんが認識していたんです。なぜ竹中氏を選んだのか。文子夫人は兵庫県警に宛てた書簡で亡き夫の意思に従っただけだと説明しました。まあ、4代目は決定しました。今日ですね、心置きなく孫と共に老後を静かに過ごしたいと思ってますと。みんなの幸せを願うとともに主人の心残りであったことを叶えてあげたいと思った心で対はございませんでしたということを書いてあるんです。役割を果たしたと考えた文子夫人は山口組との決別を宣言、静かな余生を送ることを望んだといいます。しかしその半年後、84年7月に行われた4代目山口組竹中正久組長の襲名式。竹中氏をトップに指名したのが先代の田岡和夫組長の妻文子夫人でした。この決定をきっかけに山口組は分裂、竹中氏と4代目の座を争ったグループが離脱し一和会を結成します。何を送るか、これは分からんもな。これはお互いが今まで親一つやから、田岡和夫と。後に山一構想と呼ばれる戦後最悪の暴力団構想の幕開けとなりました。出ていく人たちがいて一和会というものができてっていう状況をについて、お母さんは何か由紀さんに話されましたか。内部が結局もう割れたいものを無理から一つにして、その中身が
余計に汚い腐ったもんでもっと陰湿な戦いになるやろうと、だったらもう割れた方がお互いの幸せになるんではないかと思ってたんが殺し合いになったわけで、その時の母は本当に辛そうでしたね。年が明けた85年1月、ついにその事件が起きました。優勝者の一つは四代目山口組組長竹中正久、これは警察病院で現在手術中でございます。大阪吹田市のマンションで竹中氏が一和会系組員に銃撃されたのです。竹中氏が搬送された大阪警察病院では駆けつけた組員らで殺気立っていました。現在、親分は手術中でございます、どなたが入っても面会もできませんし、ただイライラとまずのみでございます。病棟の外では血液型の一致する組員らが献血の列を作ります。大型の5人だけ入れてもらえ、しかし親子は悲しいけれども亡くなりました。皆さんも喪に服し声援と送ってあげてください。田岡邸で行われた竹中氏の葬儀、そこに山口組とは二度と関わらないと決めた文子夫人の姿がありました。普通感情をガッと出すともう反狂乱の状態でしょうけれど、それをすごい抑えてずっとなんかこう体が小刻みに震えながら、どうしようもないことはどうしようもないねんなって言ってましたね。事件をきっかけに山一抗争は激しさを増し、終結までの4年間で双方の組員25人が死亡しました。文子夫人はその結末を見届けることなくこの世を去ります。65歳でした。あれから30年余り、6代目体制になった山口組は再び分裂します。暴力団を排除する機運が高まり、しのぎと呼ばれる経済活動も制限される中、上納金の額などをめぐり内部対立があったとされます。分裂後、6代目山口組の篠田健一組長が頻繁に姿を見せるのが田岡家の墓がある神戸市の霊園です。歴代組長に手を合わせ組織の正当性をアピールするのが狙いとみられています。墓前の前で失礼します、何を誓われましたでしょうか。先週両親が眠るその墓を由紀さんが訪れました。ね、やっぱ気持ちいいですからね、港一望でね、やっぱり自分の気持ちを確かめに来る時もありますね。山口組のシンボルとして時に権威づけのために利用されてきたこの墓で、最後に父田岡元組長への思いを聞きました。自分の墓を建てるよりも慰霊塔にこだわったんですよ。誰にも親にも見放されて、兄弟にも無視されて一人寂しく死んでいったその人間が安らかに眠れるようにって、父はいつも一番下の一番誰にも相手にされない人のことをいつも思ってたんだなというふうに改めて思い出します。はい、山口組3代目組長の実の娘由紀さんにお話を伺いました。由紀さんにとっては実のお父さんなので、お父さんに対する愛情もあって肯定的な言葉も並びますけども、
言わずもがなですが我々にとっては暴力組織ですから、いかなる意味でも肯定的に捉えるわけにはいかないわけですけれども、それともう一つ当然六代目山口組と神戸山口組が分裂している状況について今何か言える言葉はありますかというふうな問いかけは当然したんですけれども、うん、今私が何かを言うわけにはいかないですというのが答えでした。ゆきさんについては須田さんも進行が終わりだと聞きましたけど、誰でも彼でも別に進行があるわけじゃないんですけどたまたまゆきさんについてもですね、存じ上げてましてね、だから先ほどね西さん言われたように今この場で言うとその発した言葉が双方にとって都合のいい形で使われかねませんから ね、だから喋れないんですよ、だからこのタイミングでやっぱりこのインタビュー取ってきたってのはかなり重いと思いますよ、30人だった山口組を1万人以上の組織にしたのが3代目の田岡組長なんですね。そういう意味で言うと未だに山口組今6代目と神戸に分かれてますけれどもやっぱり、田岡家というものの存在感というのは大きい。だからこそみんなあそこのお墓に参るという現実があるわけですけどね。一つぐらいでちょっと柔らかい話をしとくとすると、ゆきさんのお子さんね、男の子なんだけども、その子はね、美空ひばりさんの子守唄で育ったんですよ。本物の美空ひばりさんの子守唄、生歌で。三代目の時には山口組がその芸能興行にも関わるようなそんな時代もありましたから、芸能部ですもん、時代がね、そういう時代でした、時代が変わってるということはもちろん、申し上げとかなければなりません、山口組三代目組長田岡和夫組長の娘さんゆきさんにこのタイミングでお話を伺うことができました。